全国の匿名さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。ナットゥホラーということで今夜もやっていくんですが、本予約受付中です。リクエストにて、今僕らが見てるこの YouTube で見れる不気味な動画っていうのを紹介してくださいというものがありました。ちょっと今日はその中でも結構古いもので、誰が何の目的であげたのか分かっていなかったりするちょっと不気味なものを持ってきました。その真相であったり考察を紹介していけたらと思います。結構やっぱこの時間一人で見るのには閲覧注意ですので、覚悟のある方だけ見てください。早速です。1つ目、踏切。まず最初の動画はですね、この YouTube に約9年前に投稿された動画なんですけど、よくある踏切が映された後にですね、かなり狂気じみた映像が流れるというものになっております。ちょっとした現在進行形の後日談もあるみたいなので、ちょっと見ていきましょう。どうぞ。はい、とこの男性なんですけど、未だにここに倒れてるらしいですね。助けが来るのを誰も来ないのにずっと一人で待ってるそうです。失礼しました。まずちょっと初見を置いていこうかなと思ってやっちゃいましたね。すいませんでした。でもこんな感じで見方を変えるとちゃんとしたホラーですよね。次からちゃんとやります。1つ目、 11BX1371。 はい、こちらは約7年前に投稿されたものなんですけど、まず事の発端がガジェット .com というスウェーデンのサイトに1枚の DVD が送られてきたと。宛先はこのサイトの創設者、その DVD がこれになるんですけど、この A 面に書いてあるローマ字の羅列なんですけど、これがどう頑張っても意味が全く分からなかったんですね。そこでこの方が宛名も何もなかったから、なんか変なものが送られてきました、分かる方いますかっていう動画を投稿したんです。ちょっと冒頭だけ流します。パーランド、音量注意です。はい、こちらペスト医師のマスクみたいなのをつけた人間が不協和音とともに映ってるという映像なんですけど、この動画はすぐに拡散されました。するとその後、この DVD よりも先に YouTube 上に上がってるということをとあるユーザーが発見するんですね。それが動画のタイトルが2進数で作成されたものなんですけど、モエルティつって、スペイン語で死とか死神を表す言葉で、概要欄の2進数には同じくスペイン語で、あと1年かそれ以下しかないとね、ローランドみたいな言葉が書いてあったんですね。ちなみに余談なんですけど、2進数とか10進数の数字あるじゃないですか。それで YouTube 検索入れるとマジで気持ち悪い映像ばっかり出てきます。最近は AI が発達してどんどん消されてってるみたいなんですけど、作り物でも非常に気持ち悪いちょっとダークな映像たくさん見れます。1個適当にちょっと選んで見てみますか。こちらどうぞ。これは完全に影響されてますね。音も若干寄せに来てますよね。ちょっと話戻しまして、でさらにその発掘された動画をユーザーが高画質にしたバージョンを YouTube にアップしたんですね。するとこの映像、非常に作り込まれていたものだと発覚します。まず音声がですね、音声スペクトラグラムっつって、声紋鑑定とかでやるやつあるじゃないですか。あれをユーザーがやってみた結果ですね、なんと文字が浮かび上がってきたと。その内容が、お前はすでに死んでいるってケンシロウかいっていうね。さらに All you are still alive、 ああまだ生きていたのかっていうメッセージが出てきたと。これで音声だけではなく、もっと映像にも仕掛けがあるんじゃないかとして、この映像をよくよく見てみると、右の窓にうっすらと数字とアルファベットとか出てくるんですね。これ座標じゃないかということで、つなげて検索してみたら、これどこになったと思いますか。これなんとホワイトハウスの座標になったんですよ。さらに他にも手のひらが点滅するシーンがあるんですけど、これがモールス信号だということ、さらにはユーザーによってこの場所の位置まで特定されたんですね。やっぱネット民ってすごいですよね。でなんとこの場所、ポーランドにある廃墟になった精神病院だったんですね。でこれは何かの犯行声明じゃないかと騒がれ始めた頃にですね、なんとこの高画質版を上げた男が、ごめんなさい、実はこれ僕が上げましたと急に言い出したんですね。でその時の衣装なんかも Facebook に公開したんですけど、この理由っていうのが、ただのおふざけとかじゃなくて、こういった芸術的な映像を作って政治声明をしたかったというものだったんですよ。でこれで終わりかと思いきやですね、いやちょっと待てと、実はこれ嘘なんじゃないかって言われ始めたんですよ。でその理由っていうのが、まず最初に DVD が送られた場所、別にそこまで有名なサイトじゃなかったんですよね。なのでもっと話題にしたかったら
選ぶでしょと。しかもこの場所がポーランドなので、わざわざスウェーデンに送ったことになるんですよ。でスウェーデンに住んでたとしても、わざわざポーランドまで行って撮影しに行ったってことになるんですよね。そこまで遠くはないけど、もし日本だったらこれを作ってわざわざ中国に送ります。しかしこの動画は最初に言った通り、話題になる前に YouTube に投稿してた人がいたんですよ。でもその投稿者は、俺はこの件には全然関係ないっていう風に言ってるんですね。まあ、だからこういったちょっとおかしな点から、本当は追求してはいけないところまで追求しちゃって、なんか無理やり終わらせたんじゃないかと今も囁かれてるということです。はい、一つ目紹介したんですけど、まあ、こういったのフェイクであってもちょっとワクワクしますよね。まあ、最近こういうのめっぽい減りましたけど、まあ、ちょっと不気味な映像を見たいなって方は日進数で検索してみてください。次です、二つ目、ディープウェブで見つかった動画。はい、出ました。こちら冒頭に流したポールガイズに出てきそうなキャラクターの映像なんですけど、まあ、YouTube に上げられたのはもう約17年前になるんですよね。すげえ昔なんだなと思うんですけど、まあ、その動画ブランクルームスープというふうに呼ばれています。経緯がですね、まずアメリカのレイモンドというアニメーターの元に送られてきた映像で、まあ、それを本人がネットに公開したんですよ。まあ、その内容は白っぽい部屋でタンクトップの目線にモザイクかけられた男性が丼のスープをマスコットキャラクターに慰められながら飲んでるっていうね、結構カオスな状況なんですけど、ちょっと一旦途中から最後まで見てみますか。どうぞ。はいと、まあ、すごい不気味ではありますよね。機嫌良すぎる夕方の母親ぐらい不気味なんですけど、まあ、さらにこのレイモンドが公開した理由として、この動画の中で登場するキャラクターっていうのはもともと自分が考案したもので、レイレイと名付けてショーの中で使用していたと。しかしその被り物が車の中から盗まれてしまって、後日この映像が送られてきたということなんですね。いや、めちゃくちゃ怖いですよね、そのバックボーン。でこの映像の考察なんですけど、この男性が泣いてる理由は、まあ、実は借金をしてしまって、このスープには妻とかが入った人肉スープであり、それを見せしめに飲まされてるというものです。まあ、それか借金をして最後の晩餐として食べさせられてるというもの。しかしこちら現在ですね、ダークウェブサイト系で発見されたと当時は言われてたんですけど、まあ、そういった証拠も見当たらなくて、これ実はこのキャラクターの制作者の自演じゃないかと、あとはなんかのバンドのプロモーションじゃないかっていう声が多いみたいですね。でそれがこう勝手に話題になって、まあそういう後付けで理由をつけたみたいな感じじゃないかなということです。そう分かっててもなんかすげえ気持ち悪いですよね。でまあちょっとちらっと深層ウェブについてお話しするんですけど、まあディープウェブサイトとかも言われてるんですけど、結構アングラなイメージで使われがちなんですけど、まあ、これ実際は有名な Google とか Yahoo とか、まあ、そういった検索エンジンではヒットしない情報のことを言います。でその中でも特に違法行為が行われているサイトをダークウェブサイトなんか言ったりするんですけど、実際に2013年ダークウェブサイト大きなところ摘発されました。まあ、それがあのショートスリーパーの方と同じ名前のシルクロードというサイト。ここでは匿名化ソフトを使ってでしかアクセスできない、まあ、違法の薬物販売などが行われている場所でした。この時のユーザー数、会員ですね、それが96万人で、月間約10億円くらいを売り上げてたみたいですね。でこれ海外だけの話かなと思いきや、日本人でも和歌山の地方公務員が児童ポルノ画像を投稿して閲覧できる状態にしたとして逮捕されました。まあ、彼はこういったダークウェブサイトの違法ポルノサイトの日本版の管理人だったんですね。まあ、決してこういったサイト入れる技術があっても絶対入らないようにしてくださいということです。最後です、3つ目、リサホルム。はい、これちょっとゾッとするんですけど、これね、その後の話がちょっと怖いんですけど、こちら約7年前にリサホルムという方が YouTube に投稿した動画なんですけど、タイトルが13、内容は60秒タイマーがただ10秒間カウントされていくというものなんですけど、ここまで見ると何が怖いのかわからないんですけど、この動画現在120万回再生されておりまして、その理由がですね、この動画が投稿された13日後にスウェーデンで働いていた女性っていうのが行方不明になったんですね。で父親と警察が捜索を行うんですけど、数日後に遺体となって発見されました。これ殺害した犯人は逮捕されたんですけど、その行方不明になって殺害された女性の名前がリサホルムだったんですね。この動画は犯行予告だったんじゃないのかとして話題になったんですけど、逮捕後の警察もすっごい話題になったので声明を発表したんですよ。その内容は動画と事件は一切関係ないというもので、これがですね、実際今も日本で結構やってる人がいるんですけど、なんか僕の認識では 2,3 年前ぐらいから流行り始めたイメージなんですけど、無関係の動画を先に上げておいて、何らかの事件が起きた時にタイトルだけを変更して、あたかもその出来事を予言したかのように見せるというね、結構悪質ないたずらの可能性があるとして結論付けられました。まあ、当時はこういったことをするアカウントとかがなかったので、警察も巻き込んだ騒動になったということです。まあ、こういったね
ね、いたずら、もちろんね、モラル的にもどうなんだって話なんですけど、実際 YouTube 上に犯行予告をしてとんでもない事件を起こした犯人というのがいまして、それがフィンランドで2008年、まあ、YouTube にカメラに向かって拳銃を構えて練習場みたいなところで発砲したり犯行をほのめかしたりする動画を上げていたマッティという男。この時ですね、この動画を上げたことによって警察に事情聴取をされたんですけど、拳銃の許可書を持っていたので解放されたんですね。するとその5日後、実際に学校で銃を乱射して10人の命を奪った後、自分の頭を撃ち抜くという事件が起きました。なので実際にこういった事件も起きてるので、犯行予告とか爆破予告にはいたずらであっても絶対反応するし、ふざけ半分で本人はやったとしても、まあ、しっかり逮捕されるよということでございます。はい、というわけで今日は以上でございます。まあ、まだまだ YouTube には誰も見つけていない不気味な動画あるんじゃないかなと思います。ぜひ眠れない夜に探してみてください。今日は以上、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。